目的論で育っている8つは、ちょっと私にあまりにも当たり前すぎたんだけど、これはすごい聞く人がいると思う。これだけで減塩の価値があるっていうぐらいあって、何が起こったかっうと、まあ、マネージャーがいい状態で自分軸持つばかりじゃなく、部下の自分軸さえ出してしまえば厳しくやれば数字出ると思って、 実はね、結構追い込んじゃって、ダメにしちゃった例をいっぱい聞いて、あ、間に自分塾の前にいろんな段階があるんだっていうのを私はあの、自分のコーチングしてるステップを見える化したらこれです。前はねえ、部下指導の8ステップってなってて、これがっつり1時間話したのも、で、実際現場での実践例でリックさんがこれから話してもらいます。僕から部下指導の目的なでのてる8ステップ説明させていただきます。 なんでこれやるかっていうとですね管理職とか部下持っている方はチームがあると思うんですけどそれぞれこう成長度バラバラだったりスキルもバラバラだったりどうやって構成していったらいいのか分かんないなって僕も昔よく陥ってましたでこの8ステップ踏むと部下がぐんぐん自主性発揮しながらですね成長していきますで、えー、と部下じゃなくてお子さんに対しても目的論で向き合いたいんだけど、まあ、しっかり言うところ教えるところ教えなきゃいけないな まあそういうお母さんお父さんも具体的な関わり方見えてきますしえ自分自身変わりたい方もえこれ踏んでいくとえ周囲の人間関係大きく変わってくると思いますそれではですねえこちらのテキストからいきたいと思うんですけれどもこれはあの先ほど平本さんのお話にあった通りえーこうポジティブなんだけど部下に「いけるいける」って言って潰しちゃった僕の過去の例を図にしたものなんですね マネジメントを勉強している経営者のコーチングすると結構こうなっている方多いなっていうのも印象としてありました。4ステップになっててですね、まずは面談なんかでワンオンワンでやりたいことを引き出します。で、その次にこのチャレンジこの子にいいんじゃないかな、こうピックアップして任せてみたりします。そうすると一生懸命やるんですけど、できた人できない人に分かれてくるんですよね。で、3番目で上司としてはできた人行動結果承認してよくやったね。 で,できなかった人は一緒に対策考えよう、えー、もしくは僕の場合、これやってました、A 君なら絶対できるよ、できる、もう松岡修造になりきって <laughs>、よっしゃ、一緒に行こう、分かりましたって言うんですけど、つらそうで、半年後ぐらいやめていくんですね。そして、えー、それをこう超えてきた、実績を積んで、ですね、うまく結果出してきた人だけが4ステップ目、称賛されたりとか、えー、昇級したり昇進したり。 でこれだと結果出せる社員はいいんですけれども、そうでない人どんどん人と比べてダウンしてきます。で結果出してる人も短期的には数年は頑張れるんですけど、まあ、出世とか承認とか勝つ喜びでやるんですけど、ずっとやってると、いつまで俺この競争とか結果を追うのやっていくんだろう。まあ、こんな話になってきて、結局自分軸満たせるような会社とか雰囲気いい会社に転職していくんですよね。これすっごくよく聞きます。なので、 という話で、平本さんの先ほどのお話の通りですね、8ステップ。この8ステップはですね、先ほどの承認欲求を OS にするものと比べて、信頼関係築きながら、本人の可能性も最大化して、そして自走式のチームが出来上がってくるんですね。これが平本式の目的論で育てる8ステップになります。中身見ていきましょうか。ステップ1ですね。一番左下なんですけども、マネージャー親、教師自身のセルフケア、 これはまず自分自身がリソースフルになっていくということです。よくこんなことありました。僕、学生時代に起業して、自分はすごいこの頃23歳の時、こんなにやってたのになんでこの人やらないんだとか、今こんな自分がこんな思いしてもうあのリスク持ってやっているのになんでみんな分かってくれないんだとか、相手に寄り添う余裕がなくなってしまってたんですね。でこうなると、 いかにこう相手の自分軸引き出しても寄り添う準備ができてないことになってしまいますなのでしっかりまず自分自身、えー、ゆっくり休んだりとか好きなことしたりセルフケアしましょうというところですねそして2番目、えー、自分軸と覚悟ですね部下の自分軸を引き出すのはいいんですけれどもじゃあリーダーってどんな自分軸なんですか聞かれた時にいやー俺はもう会社の要求に応えてるだけかなってなってしまうとなかなか部下はついてこれないですよね なので、えー、しっかりこんなチームにしたいなとかこんなチームになったらいいなとか、えー、こういうチームを楽しみたい価値観ビジョン自分の中にしっかり出していきますでその上で大事なのはプラス覚悟の部分ですね覚悟って何なのかっていう話なんですけども例えばお子さんお持ちの方だったりお、えー、持ちでない方は想像していただきたいんですけどいやーうちの子出来が悪いからもううちの子じゃなくていいや っていうふうにはなかなかならないですよね。で、部下も同じで、えー、子供と同じように本気で育てる覚悟がいるんですけれども、なかなかそうもいかずジャッジしながら関わるってことすごく多いです。僕がやってたのは、えー、例えば通りすがり商人やってもついついですね、このスタッフすごく変わったけど、あこっちの子全然反応してくれないな。この子ダメかもな。あ、これはまた違うことやってる。まあ、こんなふうにですね、心の中だったとしても、 評価分析しながら接しちゃうと、ちょっとしたステートとか物言い,いから相手にしっかり伝わってしまうんですよね。で、こんなふうに、えー、伝わってしまうことすごく大きいので、もう本気で子供だと思って接するぞ。あそういう覚悟大事になってきます。まあ、とはいえ、誰に対してもずっと全身全霊でこの人に向き合うぞやり続けるのってすごいしんどいですよね。なので、えー、期間限定でもいいと思います。 ここからここまでの期間は本当に全力で子供だと思ってやってみよう。で、やりきった後にお互いやりきったよね、振り返って、えー、そして判断、ここからどうしようかってことを話し合う。まあ、そういうふうにするとお互い上司も部下も納得感出てくるんですね。まあ、こんなふうにして、1番、2番で自分自身の土台作っていきます。そして3番になると、信頼関係づくりになるんですが、仕事以外の話、もしくは本音トークと書いてあります。 この段階があるのはですね、ここ抜けて、じゃあ、あの、ちゃっちゃと承認に行こうってことで4番やり始めてしまって、俺もやってしまったんですけど、いや、ここありがとね。ここめっちゃ助かってるよ。それでさ、いくらこう承認しても、中には、え、どうせおだてて仕事やらせようとしてんでしょコントロールしてるように感じちゃう人も出てくるんですよね。実際僕もいました。 まあ、とはいえ、彼、彼らと、こう、いきなり腹割って話そうよ。一緒にやってこいよって言われても構えてしまうのが人間なので、最初は上司の方から、僕自身もこう自己開示して、実は僕、あの、昔、昔からもうダメでさ、ADHD でさ、みたいな話をして、開示したら、え、社長もそうだったんですか心開いてくれて。で、雑談増えました。これで社内の雰囲気だいぶ変わってきたんですね。ただ、えー、雑談が楽しくなっちゃって、 え次のところですね、えー、信頼関係が作り上げられるかっていうとヘラヘラした関係になってしまう部下も出てきたんですねそんな時に書いてあるもう一つの「え本音トーク」上手に使いましたいや A 君さ入社当初「まるやりたい」って言ってたんだけど正直最近ちょっとそこをそうでもないような気がしててさ今どんな気持ちなのぶっちゃけどうなの聞いてみたら本音が出てきて「本当は僕こっちやりたくなりました」 聞けたからスッキリして進めた。まあそんな事例もありました。こんな風にですね、人によってとかタイミングによって、仕事以外の話だったり、本音トーク使い分けて、信頼関係、組み立てていきます。そして、これはこの先、原編でやっていくんですけれども、上司自身の自分軸、プレゼンテーションのところで扱います。相手に伝えて。そしてこれも原編で扱うんですけれども、相手の部下の自分軸引き出していきます。ここまでいったら、ようやくステップ4に入っていきます。 ステップ4はすででにきているところここはですね、あのちょっと最近元気がないなとか、なんかこの子パフォーマンス低いなって思える部下がいたときに、同期が当たり前にできていることとか、あとは後輩もできているところでもいいので、上司からすると、いや、それって当たり前じゃないって思えるところを探して承認していく形です。そうすると何が起こるかっていうと、例えば、 普段上が、あのパフォーマンス上がらない人って、毎日こう自己否定の連続をしてるんですよね。いや俺って本当ダメだよな何にもできないなっていうふうになってて、まあ、こんなふうになっちゃってるんですねで。そこに、あ、ここできてるじゃん。何々くん、ここもいいね。いや、これもめっちゃいいねって言ってあげることで、あれ、俺そんなに悪くなかったのかな。本人、ちょっとハッとした顔するんですよね。 そうしてな、そうすると本人の雰囲気、自己効力が高まって、えー、リソースフルな状態見えてきます。そしてもっと深刻で、表情暗くて出社できなくなってしまっている人って、あの、山手線見たりとか、あと上司の顔見ただけで、いやー、今日もなんか言われる経験するのかな。まあ、こんなひどい一日だろうな。頭の中にネガティブな一日と、山手線だったら上司がこう紐づいてしまってるんですよね。そういう人たちにも、 すでにできていることをどんどん伝えていくと上司とか会社にひも付いているネガティブが払拭されていくんですねこんなふうに4番元気のない人に使っていきますでもそればっかりだとずっと後輩と同じなのでステップ5イエス小さな改善にいきます大事なのが12分に通りすがり承認やって好感度のマイナスの状態がゼロになってあ 結構この人は話聞いてくれてるなぁ、分かってくれてるじゃん、みたいな空気が出てきたときにこの5に行くのが大事です。なので4以前とこうこう分けていくのが大事ですね。そうじゃないと、あのイエスしても何それ、嫌味なのっていうふうに思われてしまったりします。で、この小さな改善、ベイビーステップが一つのポイントですね。イエスでやってほしいことを伝えるんですけれども、こんなことありました。 新人の子がですね、ミーティングいろいろコピーしたり準備してくれたりして、ミーティングの準備めっちゃ助かったよ。すごい助かった。ありがとう。そして、議事録なんだけど、決定事項を漏らさず残してくれるとめちゃくちゃ嬉しいなって伝えたら、本人顔ズドンってなって、明らかに、いや、できるかな、ステート下がったんですね。で僕やっちゃったなと思って、あ、ごめんごめん。あの、会議中に、 これ決定ですねって、あの A 君の方を見て口にするようにするから、そうした時だけメモしてくれれば大丈夫だから、そして後で自分もチェックするからね言ったら、顔パッと明るくなって、あ、わかりました。じゃあ頑張ってみます。こういうふうに変わったんですね。なので、上司にとってじゃなくて、本人の目線でベイビーステップで、これならやれそうだな、楽しく上がっていけそうだな、階段組んであげるところが大事です。あ上司にとっても、すごくこう改善の要求って言いづらいですよね。 なんかこう伝えたら嫌われるんじゃないかなとか誤解されるもとにもなるし僕自身改善伝える時すごく嫌だったんですけどもその嫌だなって気持ちが出て余計ピリついた空気になって悪循環になってましたただこの今のステップ5を踏むことで聞いてもらいやすくなってこちらも伝えやすくなりましたまずは相手を200%承認してその上で小さな改善でこちらの要望も伝えるこれが健全なやり取りになってきます そしてさらにいよいよ、えー、これ頑張ってほしいとかこの子の本当の課題だみたいなこととか本人苦手だなみたいなところステップ6です本人の苦手意識がありそうなところ、えー、上司から見てもっとどうにかしてほしいなって思ってるところはあえて部分的にここできてるよねを探して、えー、見つけて伝えてあげるこれが効いてきます。 まあどういうことかっていうと、僕の例でいうといつもはできてないんだけれども、もうクライアントとやり取りすると常にクレームを起こしてしまう女性のデザイナーがいたんですけど、1、えー、回ですね、メールがちょっと気分良かったのか、あの気が利いた文言が入ってたので、あこのメールすごいいいじゃんって言ったら、えー、そうですかあのちょっと照れ笑いしててですね、<laughs> そしたら彼女の方から少しずつ、このメールこんな感じで書いたらどうですかねもう提案くれるようになったんですよね。 そうしたら、どん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 ファンがついて、彼女に指名まで入り始めました。まあ、こんなふうに、いつもはダメなんだけど、例外的にできているところを見逃さず見つけてあげて、ここが現場検証、仮説検証で吹き出しついてるんですけど、えー、マネージャー側も意識して、どの場面だったらできてきそうかな、一緒に探していきます。でこんなふうに積み上げると、いい関係ができてきます。で、7番、えー、ところが、その中でも自信ついてきて逆にたるんできたなっていう時とか、 あるいは、えー、うまくやれてる、ちょうどよくやれてるんだけれども、まあ、このチームの中ではいいけど、世の中に出ると、えー、原因論のマネージャーだったり、原因論のお客さんたくさんいます。わざとそういう時に原因論とか、あ探ししてみるっていうのは、この7番の、えー、厳しくですね。まあ、これをわざと厳しくすることで、体制が本人にできて、前向きに対応できるようになってきます。そうすると、最後には一体感あって、パフォーマンス高い、最高の人間関係が喜び合えます。 そんな全体像ですね。で、これ見るとこんなにやんなきゃいけないのかって膨大に見えた方もいらっしゃると思います。で全部踏まなきゃいけないということではなくて今のこのスタッフどこにいるかな見てみてえ、信頼されてなさそうだったらまだ3番かな話してくれるけどちょっと元気ないなって言ったら4番だし今どこで関わったら次の階段に行けるのか指標として捉えると少し気軽に取り組めるんじゃないかと思います。 このステップで何人かに関わった経験があると役員とか経営陣になった時にあの部署はここが足りてないなって高い解像度で見えてくるので組織も作れるようになってくるんですねまとめになるんですけれどもよくあるその、まあ、ワンオンワンやるんだけれどもそこでプロジェクトそれからタスクを渡して責任を果たさせて承認欲求で引っ張るっていう承認欲求 OS に対してこちらの8ステップは自己需要他者信頼貢献感が満たされて 最後、一体感生まれる最高の居場所が出来上がるというステップになります。OS がまるで違いますね。はい、今日は時間が限られているので、ものすごくさらっとなんですけれども、こんな場合どうするのという動画がありますので、えー、こちらはチャット欄に貼らせていただきます。以上ですね、えー、僕からの目的論で育てる8ステップ。はい、じゃあ、ちょっと追加させていただくと、<え>えと皆さんよく聞いているのんちゃんが、えー、と目的論的に自分軸引き出していいクラスになりだしたら、だんだん途中から、 原因論のあのダメ出し先生になるっていうのを覚えてますよね。彼女は意図的に意地悪でダメ出す。うん、なんでこれじゃあご飯食べれないんじゃないのって。なんでこんな時間かかってんのとか。 これなんで汚いのとか、本気でやる気あるのみたいに厳しくしてるんですよ。で、いきなり厳しくすると本当にただの嫌な先生なんだけど、徹底的に目的論的にかかって自分軸が見つかって、いいところも承認して苦手なところも改善してやれるようになるから、こういう厳しい先生になると、ちょっと先生待ってください。うちはさせてください。ミーティング時間くださいとか、ちょっと自分たちで考えますみたいな。で、なんでこれをやるかって、こうすることによって、世の中のほとんどが原因論なんで、 そんな先生に対してもなんだ次の先生ダメじゃんにならずどんな先生が来ても自分たちの人生は自分たちの主人公として自分らで話し合えるんだむしろ先生が気持ちよく教えられるように自分たちが作ってあげるんだってなってほしいのでこうやって厳しくなるっていうのもあるしまあ最終的には世の中どんな大変なことがあっても目的論的に発,生発,生発想するっていうことで厳しくします。そうするると何があっても自分らで作り出せるんだ いたいかあとこれは今、えー、部下指導で言いましたけど子育てでもこの順番で同じですそしてなんなら自分の旦那や妻に対してもこういう係をしていくとこのステップ踏むと妻や旦那もいい感じになるので是非活用してくださいチャンネル登録お願いします次回の動画で会いましょう